皆さん、こんにちは。インスパイアのゆくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、面白い SNS を紹介したいと思うんですが、実はですね、遡ること、2011年ぐらいでしょうかね。2010年だったかもしれません。2011年かな。にありましたボイスリンクというですね、音声を中心としたソーシャルメディアっていうものが当時はですねウェブサービスとして存在していたんですが、その後一旦ですねサービスが、休止しまして、リニューアルするということでこの度、スマホアプリとして、再復活というかですね、いたしましたということで、前のとね、ちょっとだいぶ仕様っていうのは変わっているんですけど、新しくですね、出たということで、今日また紹介したいと思うんですが、実は先日ですね、その、実際に試しにやってみたんですが、ちょっと不具合があって、うまくいかなかったんですけど、果たして今日うまくいくかわかりませんが、実際にちょっとやっていきたいと思います。ではですね、どんなものかっていうことで、簡単にまず紹介したいと思うんですが、ですね、まず一つ目に重要なのは、このボイスリンクを始めるにあたって、Facebook アカウントが必要だということですね。Facebook アカウントでログインするようになっていますので、実名で、顔写真が載っている状態で、一番右側にありますように、顔を見ながら、声を聞いてコミュニケーションすることができるっていうものが、特徴の一つ目ですね。そして二つ目の特徴としてあるのは、その、どういう人たちにその情報を共有していくかっていうときに、Facebook のグループが中心になっているということです。なので、自分が持っている Facebook のグループ内で、このライブを開始したいときに使えるっていうものが二つ目です。で、その Facebook ライブの、グループのですね、中でやるわけなんですけど、もちろん、グループではなくて、公開でやることもできるし、何かそういうふうなライブをしたいんであれば、新たにグループを作ってですね、やることもできるんですが、Facebook のメッセンジャーのグループではなくて、Facebook のグループですね。で、できるということです。そして、三つ目はですね、一番右に書いたものなんですが、今ちょうどここに、1、2、3、4、5、6人、この、黄色い円盤の中に6人の顔写真が出てると思うんですが、同時にですね、その会話することができる人数が6人ということになっています。そして、このその他の人たちが周りにね、聞いているっていう形で、つまり自分が発信したとしても、一緒に中で会話できる人が6人まで入ることができて、そして周りの人たちは全部で100人までが一緒にこの情報を共有しながら聞くことができると。そして、写真とか動画みたいなのをチャットでね、送ることができたり、で、もう一個すごいのは、今回一番感動した機能と言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、先日ですね、YouTube から出た、アプリで、自分が喋った言葉をですね、文字起こしするという、ものがありましたが、それと似通った、ものですね、こちらですかね。はい、Clips っていうサービスを、紹介いたしましたが、ここのサービスも同様に、自分が喋ってる内容っていうのが、チャットをですね、入力しなくても、自動的に文字起こしして、チャットとして言葉が出ていくんですね。もちろん、打っても出るんですけど、なので、文字起こしの、その、精度はまだまだ低いんですけど、ただ、なんとなく、途中から参加した人もバーっとね、チャットを遡れば、みんながどういう会話をしてたかっていうのを、その、例えば10分遡るの、10分の音声を聞かなくても、チャットでバーって見れば、なんとなく話が分かったりする。もしくは、後から見終わった人が、もう一回見返すときに、聞き終わった人が、聞き返すときに、どんな内容だったかってこともわかるというのも面白いんじゃないかなと思います。ではですね、これぶっつけ本番なんですけど、実際にやってみたいと思うんですが、こちらになります。はい、ということで、ここにですね、今画面が出ているんですが、ここの一番右側がですね、僕の iPhone の画面が出ているんですけど、こちらでちょっとやってみたいと思うんですが、このように自分が管理している Facebook のグループっていうのがこのようにずらずらこういうふうに出ていて、で自分がやりたいとこのものを、押します。前回ですね、この LINE アットビジネス活用ノウハウ集っていうところでやりましたので、ちょっとこちらを押してみたいと思うんですが、ポチッと押します。そうしますと、ここにこんな感じで出てくるんですが、右上のですね、ライブってところを押していきます。
そうするとライブを開始しますかっていうことで、これで開始すると思うんですけど、どうでしょうかね。大丈夫かな。はい、はいを押してます。はい、メンバーにライブの知らせを送りましたと、参加者が集まるまでお待ちくださいみたいなのが出ましたが、果たして今日行けるんでしょうかね。そして、この自分が喋ってる時には、この顔写真の上がですね、プクプクプクってこういう風にちょっと震える感じになるんですね。そうすると、あ、喋ってるんだっていう、あ、この人の声なんだっていうことがわかるっていうのも、なんかね、ちょっとアナログっぽくていいですよね。そして右上のですね、3つの点があるとこを押していきますと、ここのとこにですね、書き起こしっていうのがあるんですね。この左下ですね。これが素晴らしくて、この書き起こしっていうとこを押しますと、書き起こし機能をオンにしますかということで、はいってしますとですね、見といていただきたいんですが、喋ってる内容っていうのが、どん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 ですね、入力されていくんですね。で、この精度があんまり正しくはないんですけど、でも確かに今入力されてるっていうのがわかりますかね。これちょっと見てみますか。どん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 入力されていくんですよね。この精度があんまりわかりますかね。ちょっと見てますかみたいに、入ってると思うんですが、このように自動文字起こし機能っていうのがあります。そして、まあ、ライブを開始したらですね、今度は、ここの3つの点とこうしていくと、メンバーとか、メンバーを招待とかっていうのがあるんですね。でこれ、メンバーを招待ってとこが、なかなか黄色マークがつかないんですけど、このメンバーってとこをしますと、今、スピーカーズっていうとこに僕の名前があって、不参加にこうずらずらっていう名前が出てると思うんですが、まあ、こんな感じでですね、誰が参加しているかっていうことなんかがこう分かったりするんですけど、例えばこんな感じですね、選ぶことができます。そしてですね、このシェアっていうとこをしますと、例えば LINE だったりとかメッセンジャーとかに招待を送ることができるんですね。これ招待を送らないとなかなかね、知り合いが来ないと思いますので、ちょっと招待を送りたいと思うんですが、これをいきなり送るとあれなんで、これをですね、Facebook のその LINE のグループの方にちょっとシェアしてみたいと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。今ですね、その準備をしますね。ということで、生中継ですのでいろんなことが起こりますが、ちょっと待ってくださいね。今やっています。まあ、とにかくですね、ライブサービスの場合の一番のネックは、ライブを開始した瞬間にどうやってみんなをここに、連れてくるかっていうことが、まあ、すべてにおいてね、課題になるわけなんですけど、果たしてこれを呼んでこれるんでしょうかね。今からちょっとやってみたいと思うんですが、このですね、やっていく中で、出てくるのが、この実際の、この URL っていうのをですね、シェアしなきゃいけないんですね。で、このシェアがうまくできるかどうかがわからないんですけど、ちょっとやってみますね。はい。では、また、ちょっとグループの方にですね、シェアしていきたいと思うんですけど、ちょっとお待ちくださいね。今、画面をちょっと見せできないんですけど、シェアに進んでみます。で、またね、これ LINE で送るとね、すごいインパクトあるんですけど、なかなか LINE のグループじゃないとですね、見てもらいにくいので、今日もやってますみたいな感じ。送ってみますね。多分 URL 同じでいけると思うんですが、今ちょっと送ってみました。これで何人か、まあ見に来てくれればいいんですが、で、この URL をですね、送ったときに、その LINE の、あ、LINE じゃないですね、その Facebook のグループの中に入っていない人たちが見ると、その LINE、Facebook のグループに入会しないとですね、この中に入れなかったりするっていうのもちょっとあったりするんですけど、なのでまあ、その Facebook の、囲い込みをしていくのにも有効だったりするんですが、果たして、来るんでしょうか。ちょっと待ちたいと思います。で、これ今ですね、僕この黄色い輪の中で一人でですね、喋って誰も見に来てませんが、で、ここの中で、このマイクがですね、右下にあるんですね。この右下のマイクのとこを、もう一回押しますと、オフになってよく見てほしいんですね。押しますよ。そうすると、僕が黄色い輪の中から外に外れましたよね。これが、
自分がその喋っている中心から外れるってことなんですね。でこの輪の中にいると、会話をすることができる。みんなに声を届けることができるんですけど、もう6人しか入れないので、私喋りたいよっていう人が来たら、じゃあ私ちょっと抜けるねって言って抜けると、誰かが入ってですね、いうことができるんですね。で、あとは、まあ、例えば、ここに A さんという人が入ってきたとしたら、A さんが入ってきたとしたら、A さんに対してですね、その、なんだろう。星マークって言うんですけど、何かそういうね、いいねみたいなのを送ったりすることもできるんですが、果たして誰か来てくれるんでしょうかね。で、実は前回やった時に不具合は何だったかっていうとですね、皆さんはお互いの声が聞こえながら、ここでコミュニケーションを楽しんでいたんですけど、なぜか僕の声だけが聞こえなくてですね、僕の声だけが、みんなには届いてるんだけど、皆さんの声が僕の画面から聞こえなくてですね、皆さんの何を話してるかっていうのが分からなかったんですね。皆さんは僕の声聞こえてたんですけど、でその原因がちょっとよく分からなくてですね、ということで、本当はそれで中継動画を撮りたかったんですけど、うまくいかなくてですね、今日撮り直しをしてるんですが、そうは言っても生中継中にですね、来てくれるかどうかって何もね、約束してないので、誰も来てくれないかもしれないんですけど、まあ、こんなことをやっています。で、これやってみた感想は、まあ、例えば、他のサービスと違って、その、一方的に喋って、相手がね、つぶやきでね、コミュニケーションをしていくっていうのが、まあ、例えばツイキャスとか、LINE ライブとかっていうのは、一人が喋ったのに対して、他の人たちが、コメントで返していく。もしくはコメントするのを無視して喋るみたいなパターンだったのが、自分がその輪の中に入って、そしてその放送を見てるものを、それ以外の多数の人たちが、その、発信者プラス、聞いてる人の、5人までを、声として届けることができる、会話することができるっていうところが、やっぱり面白いところだと思うんですね。これは他の SNS のサービスはできないところなので、まあ面白いと思いますし、あとはこれ公開しないで、まあ非公開でするんだれば、まあそのグループチャットみたいな、音声チャットって、まあ例えば LINE とか、Facebook でも、グループで、音声通話することできますけど、まあそれを、まあここでやっていただければ、まあWi-Fi でね、使ってやっていただければ、まあその通信も気にしなくてもいいし、しかも半分文字起こしがあって、そしてですね、例えばこんな機能もあるんですね。この右上のところに、マイメディアっていうのがあるんですね。マイメディアっていうのをしますと、写真とか、YouTube、上にフォト YouTube って書いてるんですけど、こういうのを送ることができて、例えば写真を撮るってやってですね、写真を撮って、使用ってやって、イメージを保存して共有か。で、こうすると、アップロード中ってなって、これがアップロードされるわけですね。写真として投稿されます。で、このような写真とか動画を、このチャットの中に、共有しながらですね。ここに今、上に写真が出ましたよね。だからちょっとこれ見て、今日こんなとこ行ったんだけど、これ美味しそうでしょって言って、で、みんながその写真見ながら、美味しそうだね、いいな、私も行きたいな、みたいなことを、写真とか動画を送りながらできると。で、ここにですね、今これ自動文字起こしになってるんですけど、ここに、見て、素敵みたいな形で、素敵みたいな形で、送信。こんな感じですね。今僕一人で喋ってますけど、入力したチャットもできるし、自動文字起こしのチャットもできるっていうことですね。はい、ということでですね、新しくリニューアルされましたボイスリンクなんですが、まあ非常にね、注目なサービスだと思っています。ただ、一番問題点は、とにかく、このアプリをインストールさせるっていうハードルがめちゃくちゃ高いので、新しいサービスですね。なので、従来の既存のサービス、例えば LINE とか Facebook とか Twitter みたいなサービスが、同様のサービスを始めてしまうと一気にそっちに持っていかれちゃうので、そこになるまでどうやって自分のアプリをインストールさせてですね、そこに負けずにですね、のし上がっていくかっていうことが見物でありますけど、ぜひね、面白いので使ってみたらいいんじゃないかなと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。